我知道台湾的大家是很喜欢日本，对不对？很喜欢。但是呢，我知道有一件事情是你们不了解我的故乡的事情。哪有来一个老师？我们喜欢日本的。那请问一下，奇遇先厉害的东西，说看看。你看，很多人说喜欢日本，了解日本，来过日本，但是奇遇先的事情都不知道。寂寞，寂寞就好。我们先猜猜，基于先。我想要告诉大家一件事情，就是呢，我的故乡其实有两个地方，一个是东京，小时候也生活的地方，还有一个故乡叫做基于先。国中跟高中呢，我的青春一直都在基于先。但是我知道大家是完全不知道基于先的事情，对不对？所以今天的计划就是，我告诉大家基于先的厉害的很多事情。我也想要问呢，基于先的人知道台湾的多少事情？还让我们这边来到的地方就是。Endofarm 上，大家不知道崎玉县有这么好的地方，对不对？这边是拍照的好地方。我介绍给大家一下这边的老板。Endo さん、こんにちは。こんにちは。ここには何本のひまわりがありますか？数万クシャン。大丈夫だ。Endoさん、質問です。台湾の有名な人といえば、友達の交換員。誰だ？台湾の他に有名な人。李登輝さん大好き。あ、李登輝さんが大好き。今台湾のね、人のね、多分テンションがバッて上がってる。美味しいものといえば、蜂蜜。台湾で？はい。台湾は蜂蜜結構取ってるっていう話。確かに台湾の特産とかのフェアで結構蜂蜜多いですね。で、売り方がちょっと日本と違くて、バカでかいボトルで売ってるんですよ。はい。結構皆さんすごい食べるって聞いてます。確かに。で、ちょっと一旦おりましょう。肩が限界です。遠藤さん、大問題があります。台湾の人たち、日本に500万人ぐらい来てるのに、埼玉県の認知度がまだまだ足りません。クレヨンしんちゃんしか知らないの。本当ですか？いいとこいっぱいあるでしょ。台湾の人におすすめは秩父とか。アニメで、うん、あのこの花めちゃめちゃ綺麗だし、はい、お祭りがもうすごいのよね。ああ、そうですよね。行ってくれ。で、遠藤さん、はい、いいもん作ってますよね。何作ってますか？蜂蜜を使ったシャンプーです。はい、大ちゃん、おめえライダーラー養蜂場。これなんすか？ミツバチです。すごい。何匹ぐらいいるんですか、この中に？この中は2万匹ぐらいですかね。うーわー、すごい。今取った蜂蜜いただきます。甘っ。好吃。蜂蜜だ。よいしょ。はい、いいですね。うーお、飛んでるから。遠藤さん早くということで、遠藤ファームさんです。イエーイ。そういうの大事。チユーシェンヨー、ヘンリーハイザーフォンミーで、蜂蜜をただ食べるだけじゃないですよね。はい、あわあわのシャンプーにしました。これが、こっちがシャンプーで、はい、こっちがトリートメントで、はい、両方20%入ってます。よくあるのは、蜂蜜使ってますって言って 0.5% みたいな。なんとなんと、見て、成分表の2番目。こんな商品ないよ、使いすぎた。使いすぎた。いいものを提供して。でもなんかいいことあるんですか？僕ずっと使ってて髪の毛薄いのは、これはなかなか難しいとこなんですけれど。やめた方がいい。帽子をかぶってください。すごいんですよ。枕臭くないですよ。ああ、なるほどね。本当は私全然気づいてなくて、あのママ友が子供の服を自分のために買って帰って、そしたらパパがこっそり使ってたらしいんですよ。意外に加齢臭がみたいなことになって。香り成分に、あの合成香料じゃないんで、自然の香料を使ってる。はい、自然のものをなるべく使ってって、はい、これを買えますからね。で、あれですよね、まだ台湾に行ったことないの。何したいですか？行商したい。行商。行商。奥さんしっかりしてる。台湾にもあんまないと思いますけどね。こんだけその成分が高い、蜂蜜成分高いっていう。これあの埼玉県内の工場で作っていただいて、埼玉県の技術って結構深いところがあって、日本は技術王国なんで、その県その県でも埼玉すごいって言われたから。ということでした。ありがとうございました。ありがとうございます。告诉大家崎玉县的知识，刚刚看到了河流，对不对？那个叫做利根川。然后崎玉县的一个河叫做荒川，是宽度日本第一。还有一个跟台湾很有关系的，台湾是脚踏车很有名，对不对？崎玉县的脚踏车也是很厉害，脚踏车车道日本第一长的长度。喜欢骑脚踏车的人要不要来？超喜欢。
はい、ランホナタジア天才列伝道スージエリーミンサイチユシェンおめらいだす武蔵野ユニフォームさん台湾ディーカレンバオダモイブーフェン台湾レンヘントーレンシーファンナオメチュー世界一のお店そこの社長の小松さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。小松さん何のお店ですか？タビを売ってます。どれこれタビ、この豚さんの足みたいなね、はい、短いタイプ、後ろ短いタイプ滑り止めついてます。職人さんが入ってるやつですね。そうですね、職人さんとか、あとおみこし担ぐ人とか。ああ、そうか、お祭りの時にも履く、あっと、おっと、のっ、なんか見たことある、見たことある、見たことあるような感じですね。見たことある、ね、これは台湾であのアニメの公式のマラソン大会があったんですね。そうですね、めっちゃ売れたって。コバトンです、ね、入ってるよ。入りますよ。自由戦一杯打つ常年そういダメス在台湾ね。よ、丹山湖。台湾にお店ありますもんね。そうなんですよ。台北、台南、台中、台東、東園。おお、すげえ、はい、今回撮ってるのが台湾の人たちに大問題があります。埼玉県の知名度が足りてない。プレヨンしんちゃんだけしかいないと埼玉の人にも台湾のことをね聞いていきたいなと思うんですけど、台湾の印象といえば、みんないい人ばっかりですね。いい人ばっかり。いや、台湾の知ってる人とか知ってるもの、知ってる人、丼ぶりがあるじゃないですか。丼ぶり、あ、ルーローファン、あ、美味しい。あ、だから台湾行かれたことあります？台北と、あと台南、台中。あ、そうか。でもお店出されてますもんね。そうです。ちょっとじゃあここの日本一の旅のことを教えてください。旅ってでもこれいろんな種類ありますよね。そうですね、大きく分けて3種類。1つ目、直旅、ゴム底がついてるんでこの外でも歩ける。2つ目、岡旅、部屋の中で履く旅。へー、こっちのは裏黒いです。うんうんうん。3つ目、半旅ですね。ここのさっきのこの部分がないやつで、おしゃれだ。で、裏は滑り止めがついてます。旅作り体験、はい、今日は仕上げを体験していただきます、はい、お願いします。旅の作り方、まずこれを半分にする。そこは自分の方に向けよう。親指こう入れて、はい、で、ちょっとこうグッと指で押し上げて、まあ、できればで、グッと、リズムでグッと、はい、次はこっちです。なるほど、はい、こっちもも押しといて、はい、指で入れて、さらにグッとグッと、おお、いいじゃないですか。で、こう置いといてくださいね、怒られる。ちゃんと逆だった。逆だね。そしたら今度こう滑らせるんですね、うん、伸ばす。そしたらこのここか、かかととつま先を持って引っ張る。なるほど、はい、この反対側ですね。こう伸ばすみたいな、はい、伸ばす。そうです。これで履き心地が良くなります。トン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 。そうです。どうなんだい。お、出来上がり、出来上がり。そういな、ジョスゼアンズね。いかん、具合。それも履いてるよ。学生の時に太鼓と踊りやってたので懐かしい。懐かしい。体にいいんですよね、はい、健康に良し。それは間違いないです。うんうんうん、台湾の人も足のマッサージとか好きだから、めちゃくちゃあるじゃないですか。めちゃめちゃあるじゃないですか、ね、だから台湾の人の方が多分その足が大事ってことは知ってるはずなんですね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラフォーナーおめえライダーようライダーだいかというファンね。タイジャドスータルーベンジョースランランダヘンリーハイダディファントムタイシーユーシェンイエヨフェイツアンリーハイダジーシュジェサーゲータイジャーシャン。はい、やってきたのは絹の家さん。よろしくお願いします。お願いします。質問です。台湾といえば、あの、何でしたっけ。なんだなんだなんだこれ。食べる小籠包。あ、小籠包だ。じゃあ台湾の有名人といえば。あ、ビビアンス。ビビアンス。 あとは演歌のテレサテンサ。テレサテンサ。台湾の有名なもの。電車のカーボンフレームですか。すごい正解、大正解。ジャイアントメリダは台湾です。そうですね、世界一の自転車でございます。っていうかあれですよね、埼玉って電車のサイクリングコースが日本一があるんですよね。ディズニーランドまで行けちゃう。でですね、一個問題があるんですよ。埼玉が台湾で知られてない。もったいねえなと思いまして。いろいろあるじゃないですか、いろんな面白いこと。そんな中、埼玉にも素敵な染め物があるぜ。じゃあぜひよろしくお願いします。行きましょう。おめらいだうらー、ランランダディファン。はい、タージャー、サピエンスーネランランダディファン、タンスーネ10代編違いとくて名誉言さ、お湯ですね、これ。多いですもん。よくあるのはバッて全部の色がついてるじゃないですか。でもないぞと。どうしてですか。染めるときに、うん、あの袋を使って染めてるので、うんうん、袋の中に染料が入ってます、だから染めるときに、そう、1枚の布があったらそこの部分で袋に入れて染めることができると思います、はい、色を。それでできるのがこういうこと。そんな感じ。こういうこと。だからこの2色を普通2回に分けて染めるんだけれど、ではなくここに1つ袋で閉じる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 ってやっていっぺんに染められると。
これも濃淡がありますよね。どこで一つだこれ。濃い薄い濃い薄いになってここで一つ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 作っていっぺんに染めていく。そうですね、埼玉の染め物は頭がいいんだぜって。普通見たことあるのは縛ったりするのをやっぱやるじゃないですか。そうですね、はい、でもそれでも一色だけでも袋で閉じて言ってしまえば何色でもいけるんですね。そうですね。はい、出来上がったのがこういう、これなんですか。昔の着物を歯切れにした状態になってます。これどうやってやるんですか、この丸っこいのは。糸でね、ここのところを全部ぐるぐる巻きにしていくんですよ。こう一個一個やるんですよ、これ一個一個。イカイカバンチレ、イカイカバンチレ、イカイカソンカ、イカイカバンチレ、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 全部どうすよ、イカイカバンチレよ。今なかなか手に入りにくいと思います、これは。これも日本の刺し子織り、すごい、はい、こういう面なんですけどね。よく言うのがあの柔道着とか。確かにこれだわ、はい、赤も染めてるよ、全部色が違うよって。とあとはミトン、熱いものを持つときに、はい、すごい。知らなかったら埼玉にこんなに面白いことあるって。実際見に来たりもできるんですか。タイミング合えば染めてる現場もご覧いただくこともできますので、台湾でお店出してるから買ってください。じゃあ待ってます。はい、じゃあ追放イカディファン自由戦場数ね。ショーコンハオリーハイチュエンショーコンダシャオポンヨダワンジオディファンジェサゲタジェイシャ。はい、コマムクさんです。ものすごい可愛いものを作ってるわけ。ほら見て見て、これ可愛い、見て。おい埼玉県の手作りの可愛いお店、サイノスクに埼玉の指定工場だから、埼玉ですげえ工場だって言われてるわけよ。でもですね、大問題があります。埼玉のこと誰も知りません。台湾の人で私来月日本に行くんだとか、東京に行くんだ、北海道に行くんだ、大阪行くんだって聞いたことあります。埼玉行くんだって一回も聞いたことない来てほしいですね。来てほしい、うん。はい、あ、でちょっと質問です。台湾の有名人といえば。テレサテン。テレサテン、そうですね。ビビアンスー。ビビアンスー。台湾の素敵なものといえば、ものじゃないかもですけど、はい、千と千尋の舞台になった。ああ、9分、はい、はいはい。商品とかで知ってます、台湾の。ごめんなさい、知らないかも。そうだ、これはお互いに問題があるんだってことに工場を見ていいですか。はい、どうぞ。何作ってるんですか。トラックを作ってます。やだ、トラック作ってるこれあれですよね、子供が舐めても大丈夫な。あ、はい、安全です。めっちゃあるこれ坂道作る、シエポー用の、ね、はい、かわいい。何遊んでるんですか遊んでいないです。何遊んでる。ちゃんと動くかなって、タイヤが回るかなって確認してました。いい、ほら、手編んだ昇魂ですね。木工好きの人、ここまで頑張れば売れるよ。そうですね、めちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ可愛いものが作れれば。うん。ということでね、埼玉の全ての技術を合わせて作ったどんぐりコロコロたちで、しかも安全、子供たちが舐めても大丈夫、うん、ということでね、これ台湾で売ってるよっていう。何歳くらいがちょうどいいですか。1歳から5歳まで、うん、3歳とかね、うん、それぐらいが一番いいんじゃないですか。ああ、楽しいでしょうね、はい、何回も何回もやってね。そうそうそう、永久期間みたいな、自分でやってますもんね。そういうことで、子供のプレゼントにとか、子供が生まれた人へのプレゼントでもいいですね。うん、台湾でも売ってるから買ってね。バイトラ、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。